97式書採銃機関銃は、1930年代に開発、採用された大日本帝国陸軍の機関銃、97式車載銃機内部構造を示すために、機関部、銃身、ガスチューブの一部が切り開かれている。また防弾機と照準眼鏡は外されている。97式中戦車車内における97式車載銃機。無線手は重視を兼ねる従来、帝国陸軍において、戦車、装甲車に搭載する消火器としては、11年式軽機関銃を車載用に改良した91式車載軽機関銃が開発、使用されていた。しかし、原型となった11年式軽機がそうであったように、銃自体の不具合及び口径 6.5mm では威力不足であったため、改善が求められた。開発は1931年7月から始まった。3年式機関銃を元にした。最初の試作品は1934年3月、改良された第二次試作品は同年11月に完成した。しかし、部隊における実用試験では不評であったため、第三次試作品として中国大陸で鹵獲されたチェコスロバキア製の ZB26 系機関銃を原型とする市製 B5 系機関銃を改造した車載型工具を作り上げた。そして、89式旋回機関銃を元にした、車載型、オッズ号との比較試験の結果、工号が有望とされ、改良された第4次試作品が1937年7月に完成した。しかし、箱型弾倉に、不評部隊向けである92式重機関銃の使用弾薬で、半期延式であった92式ジッポを用いると、作動不良が発生しやすかった。そこで、試作されていた、新規格の無期延式薬莢を用いたところ、快調に作動したため、1937年11月には97式車載重機関銃として、仮正式制定、翌1938年2月に正式制定された。無期延式薬莢を用いた新型弾薬も97式ジッポーとして正式制定されている。本銃には、銃身とガスチューブの周りを覆う着脱可能な防弾機が取り付けられている。11年式軽機関銃と同様に銃の右側へオフセットされた銃床は狭い車内で扱いやすいよう短くされ、前後長さを微調整できるほか、基部を軸にして前方へ180度回転し、車内スペースをさらに節減することができる。銃床を前方へ向けた状態でも射撃は可能である。装備の形状には2種類あり、5上端が面取りされているのが前期型、尖っているのが後期型である。照準眼鏡は倍率が 1.5 倍に設定されており、射手から見て銃の左上に配置され、接眼部には反動や車体の揺れから目を守るために厚いゴム製の干渉管が付けられた。射手から見て銃の右上には照正と照門が配置され、照準メガネの発損時や、車外射撃の際に用いられた。球弾には20発入りの箱型弾倉を使用し、銃の真上から装着された。この方式は、一部で、狭い車内での弾倉交換は不便だとの批判があったが、最後まで変更されることはなかった。弾倉を抜いた際に挿入口を塞ぐため、手動で開閉できる保護カバーが設けられている。車内にて射撃する際には、空薬莢が車内に散乱することを防止するために、銃の下側に打角受けと呼ばれる袋を装着する。銃身の交換方法は ZB26 と同様だが、銃の左側面に照準メガネが置かれるため、銃身を回転させるレバーは ZB26 の左側面から右側面へ変更された。これに伴い、銃身を取り外す際の射手から見た回転方向も ZB26 が時計回りなのに対して反時計回りとなっている。ガス規制士は ZB26 の重心先端付近からガスチューブ先端へ移された。交換は ZB26 の右側面から左側面へ変更され、11年式軽機のものに似た板状の手掛けを備える。本銃を装備した車両には交換用の予備重心、複座バネ、整備用具を収めた箱、2脚が採まれている。2脚は、車体、砲塔より外した本銃を軽機関銃として地上戦闘で使用する際に装着する。また、砲塔上部に後射機関銃架がある場合、本銃を銃架に乗せて対空、対地射撃を行うことができる。本銃は1930年代後期以降の帝国陸軍主力車載機関銃として、主力新鋭機構兵器である95式軽戦車波号、97式中戦車チハ、97式軽装甲車テケなどに搭載され、日中戦争から太平洋戦争終戦時に至るまで使用された。また、大戦後期に開発された3式中戦車チヌ、4式中戦車チト、5式中戦車チリ及び、市制新砲戦車ホリなども、本銃を搭載ないし搭載予定であった。量産は、名古屋陸軍造兵廠で行われ、1944年までに約18000丁が生産された。本銃の後継として、1939年より、ベルト球弾式の市制重機関銃、I 型、2型が開発、試作、試験されているが、実用化前に終戦を迎えている。零距離射撃88戦場漫画シリーズの一編。日本軍戦車兵がたまたま本銃を外して整備中に戦車が破壊されて、九死に一生を得、その後、地上戦闘に使用される。バトルフィールド V チャプター5、太平洋の戦いの第9週目に追加、援護兵用武器として使用可能。また、日本軍の戦車にも搭載されている。ただし、後に1940年には92式重機関銃も97式実砲規格の弾薬を使用するよう改められ、これに伴い従来97式実砲と呼称されていた弾薬が新たに92式実砲と名称が変更された。したがって、この通達以降に関しては92式重機と同じ口径 7.7mm の92式実砲を使用すると言って差し支えない。また、その相談数から、しばしば持続射撃能力が低いことへの批判がある。しかし、陸軍では、車載機関銃を自衛用火器として認識していたことや、そもそも機関銃の位置づけが、弾幕による制圧射撃を旨としていた他国とは異なり、精密射撃のできる、狙撃銃的なものだったことから、本銃に持続射撃能力が求められなかったと考えられる、サンデーアート社。パンツァー1985年9月号ナンバー 133P106P108 個人社 NF 文庫。ありがとうございます。